命の停車場は、南京子による長編小説。厳頭者からの書き下ろしで2020年5月27日に刊行された。救急医を辞め、訪問診療医に転身した62歳の女性医師が、直面する在宅医療の現場を通じ、老老介護や終末期医療、積極的安楽死といった現代日本の医療制度の問題点やタブーに向き合い、医師や患者及び、 患者の家族の姿を描く。2021年5月21日に映画版が公開された。2021年後期より続編となる命の十字路が各地方の新聞小説として連載が開始されている。東京の救急救命センターにて勤務していた62歳の医師、白石沢子はとある事件の責任を問われて退職し、金沢の実家へ戻って、 在宅医療専門のマホロバ診療所で訪問診療医として働き始める。救急医療に長年従事し、在宅医療など難なくこなせると考えていた。先は子は勤務初日から在宅医療ならではの難しさに直面し戸惑うことばかりで自信を失いかけるが、スタッフたちの支えを受けて老老介護、脊髄損傷により死し麻痺となった。 IT 企業社長、セルフネグレクトの独居老人、政府の在宅診療推進キャンペーンを指揮した後、自らが末期の膵臓癌となり、出身地の金沢へ戻った厚生労働省官僚、小2癌の6歳以上児など様々なケースに向き合い、学んでいく。一方で、先はこの実家では、高齢の父が骨折の手術入院を契機に誤嚥性、肺炎、脳梗塞を発症して、 脳卒中後頭痛の激しい痛みから、これ以上生きていたくないと口にするようになり、元医師の父が望む、積極的安楽死をめぐり医師として、娘として激しく葛藤する先は子は、やがて一つの決断を下す。2021年5月21日に公開された。なお、作品名の読みは、命の停車場となる。監督は、なるまずる、脚本は、平松恵美子、主演は、 吉永さゆり。撮影は、東映東京撮影所にて、2020年9月4日から、新型コロナウイルス感染症対策に十分、配慮した上で行われた。主要キャストの一人である、伊勢谷友介が大麻取締法違反容疑で、同年9月8日に逮捕されたが、映画は、テレビ CM など異なり鑑賞意と思った観客のみが、干渉する、クローズドなメディアであって、 個人と作品は違うとの見解から、同年9月6日に収録済みの伊勢谷の出演シーンをカットせずに公開される見込みとなった。なお、公式サイトやポスターのキャスト紹介に伊勢谷の写真は記載されていない。ありがとうございます。